こんばんは、速稼塾の久保です。まあ学歴ね、不要なんですけども家庭は必要。まあ確かにね、そうなんですけどね。まあ相対的に見て学歴がある人って意欲のある人かなとも思うんですよ。というのが、まあ勉強がどうしても嫌いとかね、それから将来のこと何も考えてない人はそもそも学歴求めようってなかなか思わないというところもあるし、あとテクノロジーのことも言われてましたけどね、やっぱこれだけ素晴らしいテクノロジー日々触れてるのに、なんで稼げない人がいるのかなとかね、うん、1日2日と時間過ぎていく中で、まあなんかその意欲がね、なんか生産に向かってない人って本当生産しないし、かといって消費にも向かってないというか、ね、そういうところがあって、本当こう人の気持ちだけなんだろうなと思うんですよね。でもその気持ちを持っている人ってあまりいなくって、まあだからこうなるんですよねきっとね。なんかちょっとこうね、そこには虚しさもありますねきっとね。なんかこれに気づかんかとかね、なんか非常にもったいないというかね。もうそれしかないですね。なんか吉田さんが言われるように、もうちょっと言葉がないというかね、今回はあんまり舌が走らないんですけども、本当にこれだけのテクノロジーが、スマホがあってインターネットがあって行き詰まる人がいるっていうのがね、何なんでしょうね。まあ、求める方向が違うのかもしれないですよね、そこは。まあね、結論ね、今回ね、困ってないとそうなるということなんでしょうねきっとね。無茶動く人って何か何かにやっぱりこう、困ってるというかね、問題意識があるんですよねきっとね。まあ私も大したことしてないんですけども、本当なんかね、これでいいのかなとか、人のことを思うとね、そんな気になっちゃいますね。まあそういうところですね。なんかね、こうね、これでいいんだろうかとなんか思うんですよね。これでいいんだろうか、これでいいんでしょうか、私はこれでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか。